暑い。134番目です。もうナンバーが残ってるのかって感じですよね。どうしようかな。よし、大事だな。おはようございます。何も言うことないんですけど。どうしよう、何言うと。やっちゃったな。ありがとうございます。やっと入れた。上なのかね。上ですね。はい、おはようございます。おはようございます。あー、バズリスクはもう埋まっちゃってますね。あー、パンパンや。2は空いてるけど。私の大好きなセンコレ。そうですね。まあ、センコレは割と1回くらいまだ空いてるんで、ここから行きましょう。ラスト台が取れた。おはようございます。パチスロー必勝ガイドの川原みのりです。始まりました。新番組でございます。川原みのりの街道戦記ということでですね、この番組は朝一から私川原みのりがあくまでも勝ちにこだわって、ガチの立ち回りを皆さんにお見せしようという番組となっております。そして本日のですね、第1回目、記念すべき1回目の、ホールさんはこちら東京都立川市にございます。アイオン立川南口店さんにやってきております。で、確保した台が、戦国コレクション2ということで、私の大好きな戦コレでですね、まあ、今日1回目なんで、しっかり勝っていこうかなと思っております。まあ、ちょっと抽選番号は悪かったんですが、こういう日はなんとなく勝てる気がするので、今日は気合い入れて頑張っていきたいと思います。それでは早速実戦いってきます。モード
丈夫、全然大丈夫。あ、さっきのひょうちゃん指名から早速行けば一つのチャレンジ。
77ポレで、まあ、本当もしやめるならそこなんですけど、まあ、特に組みた感じ空いてる台もまあほぼないんで、まあ、いろいろ大人の事情でね大人の事情で打てない台とかもあるんで、ってなるとまあ追うかな、まあ、一応ラストゾーンというか、まあ私もチャレンジには入ってますしね。でこれは当ててからのシナリオ次第なんで、これ900超えるやつかも
でできたんで、900いきそうですね。濃厚です。900超え濃厚。まあでもそれでもやっぱり鬼ヶ島チャレンジが今4回入ってるんで、まあ、おかげで回してるゲーム数は420ゲームとかなんですよ。耐えられてはいる。でも悪い台だと鬼ヶ島チャレンジマジで入らないんで、初の強陣です。ここはね、鬼ヶ島チャレンジでしょう。ダメそう。
はい、ヘッド目で終了です。まあ分かんないですよ、次天国かもしれないんで。以上、残りの27個れが増加されます。No.
627ゲーム724個目でフリーズです。さあ、前半戦終了ということでですね、ついに引いちゃいました。フリーズ初めて引きました。結構テコレ2はたくさん打ってるんですけど、やっと引けたということでですね、初めてのテーマフリーズを、しっかり噛み締めながら、後半戦頑張っていきたいと思います。で、フリーズなんで、2回世界制覇ラッシュはもう確定しているので、2000枚は行くと思います。なので、まくれるとは思うんですが、でもね、たまに上乗せ全くないでなくて、なんか8セット終わる時もあるんでそうならないように、後半戦も気を引き締めて、頑張っていきたいと思います。